グーグルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グーグルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーアーフォート。マンチェスターユナイテッドのオランダ、表 MF、ドニー・ファンデ・ベイクは、出場機会、得られない状況に不満を募らせ、1月にタクラへ移籍することを希望しているようだ。A 氏、イリーメールなどが伝えている。今シーズンのユナイテッドの試合はダゾーンで、 いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、アヤックスの活躍により評価を高め、昨年夏に争奪戦をしたユナイテッドが獲得に成功したファン、デベイクだが、加入1年目は十分な結果を残ずプレミアリーグでは開幕戦でゴールを去ながらも、年間を通して、先発わずか4回にしまわっていた。 二年目こそは本領を発揮することも気されていたが、状況はむしろ、ファンデベックにとって悪化。プレミアリーグ第七節までを得た時点で、交代出場一回のみ、わずか5分余り、プレイ時間にとどまっている。チャンピオン、リーグでは初戦に先発したが、ハーフタイム、交代。先週行われた第二節のビジャレアル戦で、出場ならず、ガムを吐き捨てて、 怒りをあらわしていたとも報じられた。今後劇的に状況が割らない限り、ファンデベイクは1月にユイテッドを離れることを望んでいると見らっている。移籍先としては、エバートンが候補のと、つとなるかもしれない。エバートンの丸、ル・ブランズ FD、フットボールディレクターは、の移籍市場で、ファンデベイクの獲得を見たことを認めつつ、現在も関心を抱いてい、ことを示唆している。 요.